はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。前回僕なんかみたいなフラワーデザイナー、フラワーアーティストは常にこの花粉の中にいなければいけないので、こう花粉対策になるねマスク、これをね今手に入れることが大変じゃないですか。だからきちんとしたスペックのあるマスクを作っていこうということで、マスクを、大人用のマスクを作っていきました。そしたらね、すごくね大好評で、皆さんがねとてもね喜ばれました。なので今回はもうね、やっぱりこれね、一番今困ってるのは子供たちだと思うんですよ。なので子供たちにも使える大きさのマスクの作り方をちょっと研究してみました。そして皆さんからねいただいたいろんな情報、大人用マスクの時にいただいたいろんな情報を踏まえて、それも検証してみましたので、ぜひ最後までご覧ください。では作り方いってみましょう。どうぞ。はい、今日ね使う道具を紹介していきます。まずこのベルトタイプのねキッチンペーパーですね。それからこちらのこの丸ゴムです。あと今回は、このもう一つね、このストッキングですね、ストッキングのブラック、これを試していきます。こちらの両面テープですね、これは10ミリから、まあ、だいたい15ミリぐらいのものを用意してください。メジャーとハサミですね、ご用意します。はい、このクラフトペーパー帯を用意します。はい、では始めていきます。まずね、このようにキッチンペーパーを出したら1枚カットします。はい、この1枚を使っていきますね。で今回子供用マスクなので、この縦の面と、あ、ごめんなさい、縦の面と横の面を両方2センチずつカットしていきます。だいたいね、もうだいたい2センチこう測ったら、ここのところをこう印をつけるというか、まあ、指で押さえておいてもいいんで折り目をつけますね。こちらの面もね同じように2センチカットします。まあこのね最初の切れ端をちょっとこう当ててあげて、その分ねカットすれば大丈夫です。また折り目をつけるとやりやすいです。はい、これを使って作っていきます。はい、では始めていきます。まあ、大人用のマスクと同じような作り方なんですけれども、まず両面テープを、こちらにね貼り付けます。はい、そしたらですね、この両面テープをね剥がして、折って貼ります。反対側にもね両面テープを貼り付けて、貼ります。はい、そしたらねまたこの上の部分にですね両面テープを貼り付けます。はい、下剥がします。そしてね、ここの時に、このクラフトペーパー帯ですね、これをここに入れるんですけれども、やっぱ真ん中をね測りましょう。ちょっと11センチぐらい、ここが11センチぐらいだから、このちょうど真ん中にクラフトペーパー帯が来るように
貼るんですが、その時にねクラフトペーパー体がこの位置ですね、あんまりねこのヘリに貼りすぎ、こっち側の手前のヘリに貼りすぎると鼻のところに来た時にマスクが出来上がった時にちょっと下側になっちゃうんですよ、これが。だからここのね今折り込んだ部分のここギリギリにこのクラフトペーパー体を貼ります。ここ結構ポイントです。で折り込みます。はい、いいですか、よく覚えてください。ここの貼る部分です、結構重要です。はい、そしたらこのマスクを反対側にして、で真ん中に折り目をつけます。そしたら広げてこの下側から上のこの真ん中の折り目につけての線に合わせてまた折り目をつけます。で反対側も折り目をつけます。はい、そしたらこれ広げて、またひっくり返します。こっち側にね先ほどのクラフトペーパー体が入ってる部分ですね、鼻が当たる部分です、ここが。そしたらこのエアコンフィルターですね、エアコンフィルターをマスクのねここの中のサイズありますよね、ここの中のサイズに、こうカットして、こういう状態ですね、このくらいの大きさにカットします。そしたら今度ここにねまたこの両面テープを貼り付けるんですが、これねこの今 1.5 センチの大きさなんですけどね、両面テープが厚さな幅なんですけど、これ半分でいいので、両面テープだいたいこう長さを測って、カットをしたらこの両面テープ自体をまたさらに半分ってこう要するに幅をね半分にこうカットします。はい、そしたらこの半分にカットした両面テープをこことここに貼り付けますね。そしたらエアコンフィルターのこのねこっちが少しこう粘着面があるんですけど、これを剥がして、まあほとんどこれ粘着しないので、この粘着面をこっちが粘着面ですよ、粘着面をこの反対側にして、ここの今の両面テープに貼り付けます。はい、はい、そしたらですね、先ほどついた折り目がありますよね、この後ろに折り目がありますので、その折り目に沿ってここをこう持って、ここのねマスクのここの今の折ったヘリですね、ヘリまでこうこのように折り目をつけます。いいですか。でこの真ん中につけた折り目も折り目をこう持って、でこの折り目を持ってそのままこう折っていきます、上にね。でここ最初の折り目はここのヘリで折って、2番目の折り目はだいたい2センチぐらいですかね、にこう折りますね。はい、そしたら最後に3番目の折り目を、持って、ちょっと待って、1個目の折り目、2個目の折り目でこれで3個目の折り目をこう持って、このように
折ります。そしたらここをまあハサミとかでこう押さえていてください。はい。で今度ここの部分ですね、ここの部分の長さをこう測って、ここにあの両面テープをこう貼り付けますね。ハサミで置いといてもここでこうカットすれば大丈夫です。いいですか？そしたら今度こっち側のね折り目、もう片っぽつけておくと意外と簡単にできますから。片っぽつけたらこの反対側の折り目もこうハサミで置いておいて、よくあのこのハサミが衛生じゃないんじゃないかとかってね、あのコメントしてくる方いらっしゃるんですけど、よく消毒してからやるんですよ、手もハサミも。もうそれ当たり前です、こう衛生のものをやってるんですから。じゃここも貼り付けます。でカットします。ですか？はい、そしたらですね、ここでこれを剥がして、折り込みます。反対側も折り込みます。はい、ではまず最初にこの丸ゴムを、25センチ、だいたい25センチ、このくらいですね、25センチで、カットします。はい。そしたらこれをこのように持ってここをね、固結びで結んじゃいます。はい、このように固結びで結ぶとこのようにね、輪っかができますね。これが、マスクの耳にかけるゴムになります。なのでもう一つね、同じものを作っておきましょう。はい、今回ね、いろいろと大人用のマスクの時に皆さんからいろんな助言をいただきました。でね、この丸ゴムが手に入らないという方と、あと丸ゴムは耳が痛くなるという方とかもいろいろいらっしゃったんです。でその中でね、靴下がいいとかストッキングがいいとかいろいろな案があったんで、今回ね、このストッキングをじゃあ試してみようかと思って買ってきました。ここのね、ここの根元のところでカットするんですって、一回ね、やってみますね。そしたら、今度こちらのね、足の方の部分を、とりあえず、カットします。そうするとこう一つのこう筒状のものになってますね。そしたらこれを裁断していきます。裁断でカットして平たくしますね。まずを開くと、まあこういうような。そしたらこれをね、大体ね、まあこっちとこっちが長さとか今思ったんですけど違うじゃないですか、あの幅がね。だからとりあえず何個にもいけるって書いてあったんで、
半分に切ってみましょうね。半分に切った方が多分分かりやすいんじゃないかな。はい、これ半分に切ったものです。25cm なので、とりあえずこれ今ね 50cm くらいはあるので、これをね半分に切っちゃいましょう。これを半分に切っちゃいますね。そして、これを半分に切ったこっちを、さらに半分に切ってで、これを多分さらに半分に切る感じでいいんじゃないかな。はい、そしたらこれだね。でこれでね、とりあえずここを結んでおきましょう。25cm なんで多分これで子供用サイズいけると思いますので、で、先ほどのね丸ゴムとね、ちょっと後で両方とも検証してみます。うん、こういう状態ですね。でもう一つね作ります。はい、ここまで出来上がりました。そしたらね、僕ねここにねもう一つ実は用意しました。これは最初に、カットした時、最初2cm ずつカットしたじゃないですか。それを、2.5cm ずつカットしたものですね。このくらい大きさが違ってきます。なぜ2つ用意したかというと、実はさっき丸ゴムとね、この丸ゴムで作った耳のゴムと、ゴムストッキングで作った耳のゴム両方用意しました。2つ用意しました。なのでこれをね、このマスク両方1つずつ、違うゴムをつけていって、ちょっとねここから先検証をしてみたいと思います。はい、まず丸ゴムをつけていきます。ここにねもう一度、両面テープで貼り付けます。はい、そしたらこちら側も両面テープを貼り付けます。はい、そしたらこれを剥がして、でこっち側ね丸ゴムをこう貼って、この、継ぎ目ですね、継ぎ目は中に入れちゃいましょう。でここをキュッとこう折り込みます。いいですか。で反対側も、剥がしたらここね、この継ぎ目ですね、継ぎ目を中に入れて、ちょっと伸ばした感じでね、こうして伸ばした感じで貼り付けちゃうのがいいですよ。キュッとこの中に入れますからね。はい、これで丸ゴムバージョンは完成ですね。はい、次にストッキングを入れてみましょう。はい、これもねここに両面テープを両方貼りました。やっぱりこの結び目を中に入れて伸ばして中に入れて折り込みます。
はい、ストッキングバージョンもできました。はい、このマスク2つできました。こちらが丸ゴムを使用したタイプで、こちらが、ね、ちょっと一回り小さいストッキングを使用したタイプです。はい、出来上がりのサイズはですね、こちらが15センチの8センチのサイズで出来上がってます。こちらが14センチの 7.5 センチで出来上がってます。一回り小さいです。ではちょっとね、僕がつけてみます。うん、なかなか、まあ、やっぱりちょっと小さいですけどね、なかなかいい感じです。子供だったらこのくらいのサイズでぴったりなんじゃないかな。やっぱりでもね、丸、もうちょっと短くしたんで、僕なんかはすると丸ゴムがやっぱりちょっと痛い感じがしますね。ただ子供さんだったらこのサイズで全然多分僕は痛くないんじゃないかなと思います。まあ、痛いというかちょっとこう触る感じがしました。ではこのね、ストッキングタイプです。あ、これはね、確かに全く刺さる感じがない。丸ゴムはやっぱり小さいから少しこう食い込み感じがあったんですけど、このストッキングタイプは全く痛くないですね。何にも刺さらないですね。これはね、ちょっといいかもしれないね。かなりいいと思います。で、あのね、もう一つ、ちょっとエアコンフィルターが気になるっていう方もいらっしゃったんで、ただね、スペック上げるにやっぱりエアコンフィルター必要なんですよね。ただそのちょっと気になる方は、このね、やっぱティッシュペーパー、今ティッシュペーパーって2枚重なってるじゃないですか。それを半分にこうにして、ちょっとね、この薄いティッシュ2枚を1枚にした、薄くしたものを入れてみますね。あ、まあこのくらいの息苦しさはないかもしれないけど、やっぱりこの何もね入ってないこの状態、すごい、なんて言うのかな、本当にこう何の抵抗もない感じなんですよね。だから息苦しさが全然ないんです、このタイプって。だから、まあ、気になる方はやっぱりね、入れた方がいいと思いますけど、もし全然平気だよっていう方だったら、やっぱりこのまんまいった方がいいと思います。あとね、一応このエアコンフィルターって多少なりと金属みたいなのが入ってるんですよ。だから金属アレルギーの方はやめた方がいいんで、金属アレルギーの方は逆にエアコンフィルターではなくて、中にね、ティッシュを1枚入れて、作るといいと思います。結局今ね、このキッチンペーパー1枚とエアコンフィルター1枚で作ってるじゃないですか。それをキッチンペーパー1枚とティッシュ1枚を同じような作り方で作れば、できますので、そうやって作ると良いと思います。ただスペックはちょっと落ちてしまうと思いますけど、ただね、あと一つやっぱりこう検証してみてすごく言えるのは、このストッキングはすごくいいです。全然耳が痛くない。で、まあ、大人用だったら全然問題はないんでしょうけど、まあ、でも大人でもね、これストッキング優しいかもな。うん、このストッキングはね、大人用でもいけると思います。なので、僕ね、さっき25センチで子供用はカットしました。このね、ストッキングも25センチでカットしましたけど、もしかすると大人用25センチでいいぐらいかもしれないですね。僕全然今違和感ないです。だから子供さん用だと25センチではなくて、もう少し23センチとかで切ってもいいのかもしれません。ちょっとそのあたりはね、調整してみてください。
あのやっぱりこの人によって大きさって変わってくると思うんですよ。フィットする一番のね大きさっていうのが。だからせっかくこう手作りマスクを作るわけですから、自分に一番フィットしたもの、自分のお子さんに一番フィットしたものを作ってあげるのがいいと思うんですね。でね、今結構こう学校とかが、始まりが伸びたりして、お家にいるお子さんとかたくさんいらっしゃると思うんですね。で、外にも遊びに行けないじゃないですか。だからこういうねマスク作りとかもちょっとした遊びにもなると思うんですね。使えるもので、やっぱりこう工作的なものねっていうことで、こういうのもご一緒にね作ってみると、あのすごくいいんじゃないのかなと思います。僕思うんです、あの自分がね作ったマスクってやっぱり愛着が湧くと思うんですね、お子さんもね。だからよりこう忘れずにねつけて外に遊びに行くと思うんですよ。だからこのように作ってみてください。今日はこのお子さん用のマスク作りでした。ちょっとねいろんな意味で、あのこの間の大人用のマスクよりこのゴムはやっぱり丸ゴムいいですけど、あのコスト的にはね、このストッキングも多分一つのストッキングで10分ぐらいはこれ取れますので、なかなかコスト的にもこれ良いのではないかと、こちらのコスト的にも良いのではないかと思います。なのでストッキングおすすめです。はい、では皆様ぜひ作ってみてください。お子さんと一緒にね作ってみてください。では今日はこちらで終わりにしたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。